インターネットを使ってですね、余震管理のアウトソーシングサービスを行っていると。まあ、何言ってるのか分かんないのかもしれませんが、余震管理ってですね、ちょっとめんどくさい仕事なんですよね。その人の会社が大丈夫かなっていうことで調べなきゃいけなくて、でそれをじゃあ、どういう基準で、この会社は当社と付き合ってもいいと、この会社はちょっとやめとこうっていう判断をするんだっていうのは、それぞれの会社でそれぞれルールを作ってですね、運用していかないと好き嫌いで決めれないですよね、会社だから。したがってその判断軸がいるんですね。で大手の会社っていうのは、私が元いた商社とかはですね、審査部っていう会社があって、そこがノウハウを持ってその会社の基準っていうのを決めてですね、その基準に適合する会社かどうかというのを情報収集して分析して判断していくっていうプロセスをやっていくんですけども、ほとんどの会社がですね、そういう審査部っていう部署を持てないんですね。で多分全体の 1% もないと思います。じゃあなんで持てないのかっていうと、やっぱりそういうノウハウとか自分でどうやって決めるのかっていうのは、なかなかそういったものがですね、法律的な要請とかがないんで、発達してなかった分野なんですね。で一方で我々が創業した時期っていうのは2000年ですから、もうそれこそ銀行が倒産したりとか、証券会社も潰れちゃったりとかっていうようなですね、大倒産時代だったので、まあ、各企業がやってなかったんですけども、これちょっと やらなきゃいかんねと、やらないと会社がえらいことになっちゃうねというような状況になったんで、まあ我々、ビジネスチャンス、ちょうどそういうような西親が状況だった部分もありますんで、まあその企業が持ってない部分を我々が代わりにやってあげましょうと、判断軸を作ってあげて、どうやって意思決定していけば会社の債権というのを守れるのかと、まあ会社を守れるのかっていうですね、仕組みを作ろうと。でこれ高いと、当時非常に景気が悪い時代だったもんですから、高いサービスだといいものでも広まらないなということで、安くするにはどうしたらいいのかということで、まあ、当時いろいろ技術的にも言われてた ASP という形態を取って、インターネットを通じてやれば、まあ、安くて広くあまねくですね、いろんな方に使っていただけるだろうということで、まあ、インターネットを使ったそういう余震管理のアウトソーシングサービスっていうのを考えて今もやってると。そうですね、今当社リスクモンスター本体の方のユーザーで3800社を超えるユーザーがおりまして、で、この度ですね、三菱 UFJ グループさんが運営してたサイトの JMOT っていうサイトがあるんですけども、そこの運営会社の JBP って会社があってですね、こちらを買収させていただきまして、そちらが4000社ぐらいのですねユーザーを持ってますんで、合わせると約8000の法人ユーザーさんというのが、まあ、リスクモンスターグループで、ユーザーになっていただいているという状況ですので、この8000社というですねユーザーさんにもっと便利とか付加価値とかですねを提供し続けたいなというふうに思ってます。でただ経営理念にもあります通り、プロフェッショナルな部分、自分たちでこれはいいなと、もしくは自分たちがプロフェッショナルなパフォーマンスを出し続けられるなと、もしくはプロフェッショナルなパートナーさんと組めて、そのパートナーさんの商品を出せる、まあそういうようなものが大前提になりますので、そういったものを余震管理以外の商材っていうのも扱って、もっとユーザーさんに、便利なものを提供していきたいなというふうに思っています。